これだ。当てるだけで精一杯だったようだね。もらったよ。わあ、待て、パワーが断ちだ。オールスタービーム。ほらほら、どこ狙ってんだよ。いただく。ちょっと信号まずいわよ。邪魔だ！ホルスタービーム！まぐれあたりさで。さあ、おとなしくしてな。すぐ楽にしてやるからね。調子に乗りすぎたかな？してるよ。落ちな。聞いてない。当たらねえな。
くぞ。それで狙ってるつもりかい。周辺の防御火線が弱いぞ。この彼を必ず返してやるよ。覚えとくんだね。新次君、どこ行ってたのよ。心配したんだから。美里さん、落ち着いて。新次君、例の件はどうするか決めたかい？時間もらえませんか？もうしばらく考えてみます。そうか、俺でよければいつでもいてくれ。相談くらいには乗るよ。ありがとうございます。例の件で？例の件って？何でもない、気にしないでくれ。なぜエヴァに乗るのかが、何ぼーっとしてんのよバカ新次。あんたただでさえ間の抜けた顔してるんだから。あんたただでさえ間の抜けた顔してるんだから、バカが余計にバカに見えるわよ。なんだよもう。ああそうだ、アスカはなんでエヴァに乗ってるの？何をいきなり、なんでエヴァに乗ってるかですって。うん、待ってんじゃない。自分の才能を世の中に示すためよ。才能ねえ、何を文句ある？いや別に。綾波はどうしてエヴァに乗ってるの？絆だから。絆って？他に何もない。何もないってどういう？お、エヴァの三人組が何しけた顔して話し込んでんだよ。誰がしけた顔よ。それはシンジだけでしょ。コウジさんに龍馬さん、ちょうどよかった。大谷に質問があるんです。質問？ヨマさんはどうしてゲッターに乗ってるんですか？どうしてって、正義のためさ。正義？正義って何なんでしょう？おいおい、いきなり哲学的だな。まあ簡単に言えば俺の心の中にある良心だな。正義なんて人によって違うものだから。そんなものなんですか？でも自分が間違ってたら、その時は考えを改めるだけさ。自分が間違ってるかもしれないから
自分が間違ってるかもしれないからといって何もしないわけにはいかないだろう。確かに世の中のすべてを知り尽くせば何が正義なのか、何が正義なのかは分かるかもしれないけど、すべてを知り尽くすなんて神でもなければ不可能だよ。だから人はやれることをやるだけなのさ。やれることをやるだけ。からにもないことを言ってしまったから。浩二さんはどうしてマジンガーに乗ってるんですか？俺が？俺はな、かっこいいからだ。何それ、バカみたい。なんだと、もう一度言ってみやがれ。何でも言ってやるわよ、バカみたい。やい、こら、てめえ、アスカ、いい加減にしないしねえと、女だからって容赦しねえぞ。何、男だから女だからって、時代直後もいいとこね。だから日本人は封建的だって言われるのよ。この言わせておけば。浩二君、よせ、アスカもやめないよ、そういうのよくないよ。何を元はといえば、あんたが変な質問をするからでしょう。そんなこと言ったって、おい、どうしたんだ一体。騒がしいようだが。アムロ、こいつに何とか言ってやれよ。可愛くねえったら、可愛くねえったらありゃしねえ。こいつって、アスカか。一体何があったんだ。実はなるほどね。それは確かにアスカの態度が良くないな。だろ。けどコーチ君も大人げないじゃないか。そのくらい多めに見てやってくれよ。バカ言え。俺のプライドの問題だ。あれだけバカにされて黙ってられるか。やれやれ、成長してないな、コーチ君は。何言ってやがる。お前が追い消す、お前が追い消しすぎなんだよ。アムロ、ちょっとの間におっさん臭くなっちまってるよ。ちょっとの間におっさん臭くなっちまってよ。それだけ苦労したんだよ。アスカ、君がプライドを守りたいからといって、そう他人を見下ろしてばかり言っちゃダメだ。それじゃ疲れるだけだぞ。何を、いくらニュータイプだからって人の心を読むなんて卑怯よ。誤解があるようだな。ニュータイプだからって人の心を読めるわけじゃない。それじゃ超能力者だ。今のは人生の先輩としての草原だよ。他人の価値を認めたって自分の価値が下がるわけじゃないんだ。少しでいい。考えてみてくれ。うん、アスカ、時間がかかりそうだな。